イオンタウン千種は、愛知県名古屋市千種区千種2丁目にある、イオンタウン株式会社が管理、運営を行っている、ショッピングセンターである。通称は、イオン千種。同じイオングループの大規模店舗の東区のイオンモール名古屋ドーム前と熱田区のイオンモール熱田の中間地点にある。都市再生機構中物社が名古屋市と共同開発を進めていた札幌ビール名古屋工場跡地の千種アーススクエアにイオン株式会社が出店に名乗りを上げて2005年5月28日にグランドオープンをした。しかし出店に関しては地元住民や中部経済連合会や名古屋市商店街振興組合連合会などから栄や大規模店舗のイオンモール熱田にほど近く証券構図の崩壊やイオンの証券独占につながると非難を受けたこともある。環境面では、イオンショッピングセンター初の試みとなるエコストアとして太陽光発電や風力発電を導入、また一部の建築物壁面には緑化としてバイオラングなどが設置されており、イオン専門店街の2階にはタッチパネル式のエコインフォメーションが3台設置されている。建築物は全2階層でスーパーマーケットのマックスバリューグランド千種、若宮台通店を各店舗として94の専門店で構成されており、マックスバリューグランド千種若宮台通店は西側1階部、イオン専門店街は1階マックスバリューを挟んで、ロータリー東側と2階部全面となっている。なお、JR 東海の中央本線の線路に面しているにもかかわらず、イオンモール熱田の一部店舗のように使用できる電子マネーステッカーのSuicaの箇所を JR 東海のTOICAに貼り替えている店舗はない。2011年11月21日、運営会社をイオンリテール株式会社からイオンタウン株式会社に移管した上で SC 名をイオン千種ショッピングセンターからイオンタウン千種に変更した。2017年11月には一部の専門店の入れ替わり、改装が行われた。マックスバリューグランド千種若宮台通店当初は、マックスバリュー千種若宮台通店であったが、2011年7月より、品揃えを通常店より充実させた店舗に付けられる、店舗名、マックスバリューグランドとして、リニューアルオープンした。運営会社は、イオン、マックスバリュー中京、マックスバリュー中部、マックスバリュー東海と変遷している。マックスバリュー中部では2013年3月31日までマックスバリューポイントカード及びこのポイントカードの特典として発行されたお買い物割引券のサービスを行っていたが、当店はそのサービス終了近くまでマックスバリュー中京の運営であったため対象外であった。2016年6月よりイオングループ共通のワンポイントカードには対応している。以下は主要テナント。ありがとうございます。